皆さんこんこにちは田中ですえ今回は、えー、とリアルで開催する講座の紹介をしていきたいと思います。でまあ、講座の紹介というよりもそこで扱うものについて是非多くの人に知っていただきたいなと思って、えー、と今回紹介したいと思います。で講座で扱うのがひもとれというものなんですね。ひ、え、も、ー、と、まあ、紐れのひもはあの、まあ、結んだりするのに使うひもですね。 であのこのひもトレっていうのはバランストレーナーの小関功先生という方が、えっと、開発された発見されたものなんですけど、えっと、僕自身ももう大体丸6年ぐらい、えっと、活用していて、えーまあ、すごくあの役に立ってるんですねで。どういうものかというとこういった丸ひも、えー、大体5ミリから8ミリぐらいですね。あの100円ショップで売ってるような 例えばあの体操着とかの巾着袋みたいな、まあ、そういったあのに使うような、まあ、服とかですねに使うようなあの紐でいいんですけどそれを体に緩く巻くだけで体が整うっていう、まあ、そういったあのバランスを整えるあの実践法なんですねで例えばあのなでしこジャパンの選手たちであったりあるいは他のあのオリンピック選手なども活用されててすごくスポーツの場面でもあの注目されている方法です。 で、あのスポーツだけでなくて、これは本当に日常の身支度ですね。あの昔の人たちが普段、例えば帯を使ってたりとか、そのタスキを使っていたように、何か特別な方法っていうよりも、まあ、それをすることによって全身が整う、まとまる、まあ、そういったことをあの体験できるものになっています。で、実は僕自身ももうずっとあのおへそのところに一本あのずっと ゆるく巻いていてて特にですねあの研究したりしてる時はそのデスクワークが多いので本当にずっと机に向かって、まあ、パソコンでなんかこう文字を打っている状態になるんですけれどもどうしても腰が痛くなるんですね研究者の人で、まあ、それであの腰痛が多いんですけれどもそのひもとれをあの実践するようになってからそれだけであの腰痛がなくなって。 やっぱり体ががままとまるとるる集中力が出てくるんですよねどうしても体のあの歪みとかどっかの不調っていうのはすごく意識をそっちに取られてしまうなので、まあ、結果的にすごくあのなんだろうな集中力とかも出てきてあのすごい助かったですね。であとはそのいろんな移動であるとかそういう少しあの飛行機とか新幹線とか同じところで座ってるような時にも 腰に1本紐巻いておくだけであのかなり、えっと、体があの楽になってきます。であるいは何かこう足が悪いとかその肩が痛いとかそういう具体的に不調がある方にとっても本当にたすきを1本あの、まあ、こういったこれは公式のの紐なんですけどそういったものを体に巻いておくだけでうんすごく楽になる。でじゃあ何で楽になるかっていうと 説明がすごく難しいので是非体験して、えっと、いただくのが一番かなと思うんですけれどもどうしても私たちってどっかが過剰に緊張していたりあるいはどっかが過剰に使えていなかったりするんですよね。でその結果バランスがあの損なわれててしまっているでその偏りを直そうとするために例えば筋トレをするとか。 あるいはリラクゼーションをしようとしてもどうしてもそのすごく意識的な要素が入ってきてしまうのでなんか筋トレした結果別のところがまた偏ったりあるいはリラックスした結果どっかが抜けすぎてバランスが崩れたりあるいはそのどうしても体の癖っていうのは無自覚なのでリラックスして抜けるところは抜けやすいところどうしてもこのこ,こが力入っちゃうっていうのがリラックスできなかったりまあそういうふうに体の中の。 うーん濃淡っていうのが結構偏ってしまいがちなんですよね。でそれを紐もとれを、まあ、その体に紐一1本巻いておくあるいはその紐に体を預けて動くっていうあのワークもあるんですけどそうすると全身のバランスがちょうどよくなっていく体あのどっかが力が抜けてるとか入りすぎっていうのではなくて、まあ、入りすぎてたところはあの少し。 穏やかになってあるいは抜けてたところがちゃんと働くようになって全体としてあの全身が強調してまとまって動けるっていうそういう状態が自然と作られていくんですねなのでまあ、体の不調であるとか何かこう緊張してしまうあるいは、うん、なんか力が抜けすぎていまいちこう活力が湧かないっていう方にとってもすごくあの紐取りあのおすすめしたいですねでもう一つ あのコーチングであるとかそういった心理的なあのものを扱う人にとってもあるいはそれをいった何らかの課題を感じている人にとってもすごくあのおすすめしたいんですね。で僕自身の体験でいうともをあのやるようにになななっってててから例えば人前に出ても全然緊張ししなくなってきましたそれまでは結構緊張する方だったんですけれども、うん、とグッて固まるっていうよりはその場に必要な あのまとまりとか集中っていうのが生まれるようになってきてなので一、まあ、対一の人間関係とかでもこう過剰に緊張するとかっていうことが減って、まあ、その結果いろいろ人間関係とかもすごくあの、まあ、楽になったんですねで、ま、ず他にはその自分自身の体が整うと結構もうマインドであったり感情っていうのもだいぶ整ってくるんですよね 私たちのその感情とかその精神的な要素ってほとんどがやっぱり体に根差したものが大きいですもちろんそのホルモンレベルの話でもそうですしやっぱり体が緊張しているのに精神的にリラックスしようとするのはかなり難しい逆に体が整っている状態っていうのはだいぶマインドもの方も精神的にも整っている状態になるのでそのベースの部分ですね体が。 やっぱり前提としてある程度偏りがあの穏やかになっている全体が強調しているバランスが整っているっていう状態があった上でいろんなその心理的なワークをやっていくっていう方がすごくあの建設的だと思うんですねどうしてもその心の問題を心で解決しようとしてしまいがちなんですけどいくら心の感情の問題だと思ってても結構体の方の問題であったりとか。 まあ最近はあの心理学の方でもソマティックエクスペリエンスとかいろいろトラウマを体の方からアプローチして解消していこうっていうえっとものが実際に出てきてるんですけどまあそういったあの流れが心理学の方でも出てきてるぐらいですのでまあやっぱりあの体がまとまっているあるいはどっかの過剰なものとか過剰に抜けているものっていうのがまあうまく調整されてるっていうのは。 まあ、いろんなその心理的精神的な課題でありとかもっとこうより良くなっていきたいっていう人にもその前提としてあのやって実践していただくとすごく効果が現れるではないかなと思います。でその人間関係であったりとかあるいは自分自身の感情に関しても、まあ、共通して言えるのはすごくほあのいいあんばいになってくるっていうことですね。あの 例えば人間関係でも遠すぎても、まあ、ちょっと冷たいなとかなんかよそよそしいなってなりますし逆になんかこう近すぎてもちょっと暑苦しいなとかあるいはなんか重いなってなってくるわけですね。でその人その人あるいはその状況その状況での適切な距離感っていうのが、まあ、程よくなるっていうのがすごく全般的にあのいい要素。でそれは自分自身の感情とか思考に対しても同じで。 この考えじゃなきゃいけないんだみたいな特定の考えとか感情にすごくこう密着してしまうとそれはやっぱり問題を引き起こすで逆にそれを見ないように見ないようにしてもそれはそれでやっぱりまた別の不調をきたすわけですね、まあ、適切に距離を取って程よくあ,あなんか自分って今こういう風に感じてんだなとかこういう考えを持ってんだなっていうのを自然とそういう、うん 触れ方であるとか、距離の取り方っていうのが。面白いんですけど、紐トレを、こう、続けてると、あの、自然と身についてくるんですね。まあ、そういった、あの、いろいろ。面白い変化もあるので、ぜひ、あの、紹介。したいな。ということで、で、ただ。まあ、あの、一本巻いてもらえば、あの。いいっていう面も。ありつつ。やっぱり。あの、直接。あの。現場で。見てもらった方が。あの。 自分自身でも実践しやすいので、今回その体験講座という形で開催したいと思います。実際にあのそれぞれの方に必要なものをお伝えしていければと思っておりますので、ぜひ会場に足を運んでいただけると嬉しいです。